はい、ワンダーフォートモーティブの安部です。今回はですね、まあ3号のね GTR に乗ってますの、V スペックですね。まあ、やっぱね、僕あの個人的にあのポルシェ以外にでもですね、あの GTR すごい好きで、あの、まあ、特にねこの3号世代っていうのがあの、まあ、めちゃくちゃ好きなわけですよ。まあ、よくねその GTR か、まあ、ポルシェかみたいなね、ことでこう結構比べられたりとか、購入迷われてる方とかねいらっしゃるんですけれども、あの僕はね、まあ、どっちもね好きなんで、まあ、ポルシェの911のね、まあ、専門店としてやってますけれども、あの唯一ね僕好きな日本車っていうのがもう GTR だけなんですよね、マジで。それ以外のね別に車が僕いいと思わないし、かっこいいとも思わないわけですよ。唯一この GTR だけで、3号のね GTR だけが、かっこいいと思えるっていうところはやっぱありますよね。だから結局、だから四角か丸かなわけですよ。ポルシェはね、どちらかというとまあ丸で、GTR のね、こんなんはもう四角のね、デザインしてるわけですから。まあ、このね、ちょっと対極するような、デザインのものが、まあどちらも僕は好きですね。めちゃくちゃいいデザインしてると思いますよ、GTR はね。こんだけ長い間ね、こう形変わらずに、あるっていうのは、やっぱりこのデザインと性能がどちらもねやっぱ愛されてるという、まあ証拠なんじゃないかなと僕は思いますね。だから次、まあ、新しくね GTR が、まあまあ、変わるというふうに、まあ噂はねいろいろずっとされてるわけですよ。でもなんやかんや言ってね同じデザイン出されてるんですけれども、これ次変わった時に、まあ、例えばまあ値段とかね、あとはそのデザインとかがめちゃくちゃ変わるんだったら、ちょっともしかしたらそれは日産的にはねやばいんちゃうかなと、思いますね。せっかく作ったこの GTR のねこの歴史をこの新しい次のモデルが台無しにしてしまうのか、まあさらにねまあ評価されるのか、そこはすごい気にはなりますよね。新しいデザイン、まあ一時ねなんかコンセプトモデルみたいなね、赤色のなんかでっかい GTR がなんかのショーに出とったんですよね、確か出とったんですけど、まあ、あれ見たらまあ確かにねすごいなと思うんですよね。ただまあ欲しいなとは思わないですよね、もう全然違いすぎて。だからこの GTR っていうのは、正味な話性能はねスーパーカーレベルなわけですよ、言ったら。ただやっぱりこう街乗りができるっていうところと、このスーパーカーとは思えないデザイン、だからまあポルシェと一緒ですよね、そこはね。僕そこで共通点すごいあると思うんですよ。ポルシェが売れる、911が売れる理由と、GTR が売れる理由っていうのはちょっと似てる感じするんですよね。フェラーリとかっていうのはねもう見た目もそうですし乗り味もまあスーパーカーの感じなんですけど、ポルシェ911も GTR も、街乗りがねめちゃくちゃ言ったら楽なわけですよ。全く苦にならないっていう点ではすごい似てるんちゃうかなと、売れた理由がね。まあ、ただやっぱ GTR の場合は最初はやっぱ値段もやっぱありますよね。この値段とこの見た目とこの性能で、全部ねこうバランスが取れてですね、値段の割に性能すごいしデザインやばいぞみたいな、そこが一番やっぱでかかったとは思うんですよね。でもだん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 やっぱこう金額帯的にも上がってきて、まあでもそれでも買い続ける人がおるっていうのはやっぱこのデザインと性能にやっぱ惹かれてるわけですよ、結局ね。だから GTR とポルシェ911の立ち位置っていうのはほぼ一緒やなと
僕は思いますね。うん、だからだんだんね、これが例えばもしかしたらですよ、911みたいに、なんですかね、まあ、例えばまあないと思いますけど、カブリオレが出たりね、カブリオレが出たり、あとはまあ何ちゅうんですかね、この GTR という、まあ、ニスモとかでもそうですけれども、まあ、ないと思うけど GT3 みたいに NA が出たりね、うん、まあ、今のこの流れでは多分まあ出ないと思いますけどね、そんなね、うん、まあでもなくもないかな感じですかね。もしその、日産がポルシェをこう何ですかね、目標としてるのであれば、そういう可能性はやっぱ否定できないですよね。GTR の SUV みたいなのが出る可能性も正味あるわけですよ。うん、まあ、でもそれでもやっぱ買う人は多分出てくると思うんですよね。まあ今ね、だからその日産とかで他にこう代表的にこうバカ売れするような高級スポーツカーみたいなのがないわけですよ。もう GTR だけなわけですよ今ね、この世間に浸透してて、海外からでも人気がある言うたら、もうこれぐらいしかないわけですよ。で、日本の中でも言ったら GTR って言ったら、正味な話、まあ、トップクラスなわけですよね。トヨタのまあまあなんかね、スープラとかいろいろありますけど、結局は GTR が最強やと、いうのはね、多分皆さん乗ってる方とかまあそうですけど、多分思うと思うんですよね、うん、結局ね。だからそれぐらい、だから GTR ってすごい車なわけですよ。日常使いよし、サーキットよし、まあ何でもね使えるという感じですね。で、比較的やっぱ911よりもやっぱ大きいですよね。うん、大きくは見えるんですけど、使い勝手はまあほぼほぼ変わらない感じですね。あ、若干でもあれかな、やっぱ車高はこの座りの位置とかは若干高くなるかなとは思いますけれども、うん、ただまあほぼそれぐらいかな。あとはやっぱもう加速感がすごいですよね、 GTR の場合はね、半端じゃないね、なんかこうスーッとね、こうなんていうんですかね、なんていうの、欲しいパワーをもうなんかこう全部引き出してくれるみたいなね。あ、今これ欲しいねん、このパワー欲しいねんみたいな時に、すごいね、そのパワーが、出てくれるみたいなね、こうダイレクトにね。で、まあ今今回の、まあ、乗ってるのは比較的ね、初期型世代の、GTR になるんで、若干ねやっぱね、こうつながりが、ミッションのつながりがちょっとこうじゃじゃ馬ですよね。うん、だからこう結構ね、変速のショックとかはやっぱありますね、うん、でもそれがまたね、このじゃじゃ馬感がすげえ面白いですよね。で、2017年とかからなってくると、まあどっちも乗ったんですけど、全然乗ってるんですけど、やっぱその今の GTR はどちらかというと高級車寄りになってきてました。こちらはどちらかというと高級車っていうよりもすげえじゃじゃ馬なスポーツカーっていう感じですね、うん、今はどちらかというとこっちがまあ将軍やとしたら、今の GTR は、なんやろな、ちょっとセレブ感があるというかね、うん、なんかそういう乗り味になってますし、シートとかもそうですしね、もう全部そんな感じに変わってます。だから日産はだからそういう風な方向をちょっと目指してるんやなっていうのはあるわけですよ。高級スポーツカーとしてね、一種のまあスーパーカーとしてこう、販売していきたいっていう思いはやっぱあるわけですよね。だから次のデザインが僕はそっちに寄せてしまうと、多分もうGTR 離れすると思うんですよ、みんなね。スーパーカーにしてしまうと、デザインとかをね、多分欲しがる人は、まあ、減るだろうなと僕は思います、はい。
まるで、まあまあ、見た目はねどう見てもスポーツカーなんですけれども、どちらかというとね、でもそのスーパーカーって呼ばれる感じではないんよなみたいな、この本当に中間をこう攻めてる感じがすげえいいですよね。まあ性能はスーパーカー並みなんですよ。でもね、まあ、ノーアルタカは爪を隠すっていうんですかね、こんなのわからないですけど、まあ、とにかくこの何ですかね、すごい速い才能をこの側でちょっと隠してるというかね、まあ、ちょっと控えめにしてるっていうところがめちゃくちゃ惹かれますよね。じゃあね、ちょっとねマニュアルモードにして、加速ねしていきたいなと思いますね。まあ、後続はねやっぱ GTR 安定したんですよね。もう悪いことはない、まあ、GTR 勝って損することとか勝って後悔することってまあないと思います。それぐらいめちゃくちゃいい車なんですよね、3号の GTR っていうのは。マジでこれ買って後悔する人おらんのちゃうかなっていうぐらい、正味僕はそれぐらい好きですね。すごいいい車やと思います。はい、まあもちろんね、普通のやっぱ国産車に比べると若干そらメンテナンス費用とかもね、すごい金額かかってきたりするんですよ。タイヤ交換だけでもね、すごい金額かかります。まあ、ただこの性能とこの乗り味とこの見た目を手に入れるんだったら、まあ、いくら出しても買うよっていう人は多分全然出てくると思うんですね、今の GTR は。これね、今まあちょこちょこ出してるんですけども、やっぱりこう高速でもね、やっぱ有り余るパワー感はありますね。そういう意味ではオーバースペック感はあるんですけど、まあでもこうちょっとねツーリングというかね、流したい時、ゆっくり流したい時でも、全然いいですし、めちゃくちゃ加速したいなっていう時にも使える車なんで、まあどちらの人も購入にはいいですよね。長い間ね運転しても GTR って疲れないんですよ、マジで。本当にね、もうそういう長距離用に作られたようなね、まあ、車とかと、まあ、比べ物にならんぐらいね、いいわけですよ。だからそこら辺の SUV をね買うよりも、GTR 買った方が、長時間運転するのは疲れないわけですよ。それぐらい、まあ、マジで疲れない車ではありますね。これもね、まあ、先日ね公開した、GT2 と一緒で、やっぱ3000から4000回転の間で、ガッと加速する感じはありますね。まあ、大体これぐらいが一番ねよく使うあれなんでしょうね、よく使うような、まあ、回転数というかね、まあ、そんな感じだと思います。まあ、ポルシェばっかりこうやってると、たまにこういう風に GTR に乗るとね、やっぱりこう何て言うんですかね、どちらともの良さがありますよね。どっちも好きやからね、何とも言えないんですよね、悪いことをね。悪いところがマジでない。まあ、だから GTR と911どちらも好きで悩んでる方、まあ、いたとしましょう、ね、僕はどっち勝っても後悔しないよっていう風には言いたいですよね。まあ、自分の好きな方、もうそれこそもう本当にコイントスで決めてもいいぐらい、どちらともいい車なんでね。ただね、まあ、GTR 僕らまあ入れたいんですよね、実際は。本当は GTR ももっと入れていきたい願望はあるわけですよ。ただやっぱこうね、どちらかどっちもしてしまうと、中古車販売店としては、まあ、不利になる場合がやっぱ多いわけですよ。集客にしてもそうですし、
値段設定にしてもね、そうですけれども、まあ、なのでそこはまあちょっとね、911の方をまあ専門でやらせてもらってます。はい。ただまあ3号とかね、まあ、あのちょいちょい来てね、うちの方でメンテナンスとか、されたりとかするんで、まあ、3号大好きっていうのはまあ変わらないですよね。だから、まあ、もしかしたらですよ、もしかしたら今後、まあ、ワンダーフォーオートモーティブは、3号をですね、メインに扱う、まあ、ショップをね、もしかしたら構えるかもしれないですね。まあ、それはあのこの911の、まあ、あれがあっての、まあ、3号ですけどね、まあまあ、それぐらいね、僕はあの911と GTR の3号っていうのはマジで好き、これ冗談抜きでマジで好き、絶対に乗って後悔しない車ですよ。だからね、お金にある程度、まあ、余裕がある方はですね、まあ、911のね専門店が言うのもなんですけれども、 GTR も視野にぜひ入れていただきたいぐらい僕はいい車だと思います。はい。まあ、今回はねちょっとね3号のまあちょっと試乗レビューみたいなねと、まあ3号 GTR のね、まあ、話メインになっちゃいましたけれども、はい、まあ、こういったね動画をちょいちょい上げていきますので、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタンの方ですねよろしくお願いします。それではワンダーフォーオートモーティブでした。